ババアはもういらないのよ。私の体が最高だってさ。彼、いつもうっとりしながら私と一緒になってるのよ。その瞬間、私は言葉を失い、意識が真っ白になった。心臓は激しく打ち、胸が締め付けられるような苦しみが広がった。さっさと離婚してね、おばさん。健太はもう私のもの。次期社長夫人は私よ。健太さんもそう言っている。この体からは離れられないって。香織からのメッセージが追い打ちをかけるように届いた。絶対に許せない。これを機に私は復讐の計画を立て始めた。私の名前はユキ、37歳の会社員だ。大企業で必死に仕事に打ち込み、若くして部長に就任した。ちなみに結婚はすでにしていて、夫の健太とは社会人になって5年ほどが経った頃に出会った。健太との出会いは仕事のプロジェクトでのこと。私は当時取引先との大型案件を任され必死に対応していた。そのプロジェクトで健太がクライアント側の担当者として現れたのだ。彼は冷静で落ち着いた雰囲気を持ちつつも、柔らかな物腰で現場を取りまとめ、プロジェクトの成功に向けて的確に動いていた。最初は仕事上の付き合いに過ぎなかったが、彼の人柄に徐々に惹かれていった。そのプロジェクトが無事に終了し、打ち上げの席で初めて二人きりで話す機会があった。仕事以外の話題で彼と会話をすると、仕事の顔とはまた違う親しみやすい一面を感じることができた。お互いの趣味や価値観が意外と似ていることが分かり、その日を境に私たちは少しずつプライベートでも連絡を取り合うように。やがて仕事の忙しさに追われる日々の中で、健太が私にとって心の支えになっていることに気がついた。彼はどんなに忙しくても私を気遣ってくれたり、ストレスを感じている時には的確なアドバイスをくれたりと、私にとって欠かせない存在になっていった。そんなある日、健太から今度少し特別な場所に行こうと誘われ、二人で海辺のレストランに出かけた。夕日を眺めながら彼は真剣な顔で、これからもずっと一緒にいたいと言ってくれた。その瞬間、私は健太が生涯のパートナーになる人だと確信。交際は順調に進み、数年後には自然と結婚の話が出るようになった。そして私たちはお互いに支え合いながら共に歩むことを誓い、結婚式を挙げた。結婚してからも夫をサポートしつつ、私は家庭と仕事を両立してきた。今では健太が大企業の次期社長候補として活躍中で、私たちは理想的な夫婦として周囲から羨まれている。しかしそうやって表面上は完璧な関係を保っているが、最近になって健太との関係にわずかな変化を感じ始めた。彼が帰宅する時間が遅くなり、何かを隠しているかのような態度を取るようになったのだ。最近遅いけど仕事が忙しいの？ああ、まあね。次期社長だし、いろいろと忙しいんだ。しょうがないよね。そっか。でも無理はしないで。そう言いつつも、私は納得していなかった。家庭での会話が減少し、距離を置かれているように感じているからだ。不安が心に増していき、健太の愛が薄れていくのを実感していた。そしてある日、とある真実が明らかになった。遅く帰宅した健太がスマホをソファーに放置し、トイレに行った際、スマホが鳴った。その瞬間、健太のスマホに、今日も健太さんと一緒にいられて幸せでした、というメッセージが表示されたのだ。送信者の名前は香織という女性の名前だった。その時、私は初めて香織という女性の存在を知った。詳細を確認したくなったが、健太が戻ってくる足音を聞き、急いでスマホを元の位置に戻す。動揺を抑えつつも、疑念は確信に変わった。翌日から健太の挙動に敏感になり、
彼の行動を細かく観察するようになった。週末にはたまたま彼が電話で話しているのを聞いた。電話の向こうの誰かに対して、大丈夫だよ、もう少しの辛抱だから、必ず君を幸せにすると優しく話している声が漏れ聞こえた。その瞬間、健太が私に隠れて香織と将来を語っていることを確信した。そして間もなくして決定的な証拠が手元に届くことになる。通常の業務中、突然スマートフォンに通知が来た。名前のないメールだったが、開いてみると信じられない動画が添付されていた。画面には健太と若い女性がベッドで親しげにしている様子が映し出されており、女性は明るく笑いながら健太に寄り添っていたのだ。信じられない。画面を凝視している私の手は震えていた。動画にはさらに挑発的なメッセージが添えられていた。ババアはもういらないのよ。私の体が最高だってさ。彼、いつもうっとりしながら私と一緒になっているのよ。その瞬間、私は言葉を失い、意識が真っ白になった。心臓は激しく打ち、胸が締め付けられるような苦しみが広がった。この女が香織。っていうか、どうして私のメールアドレスを知ってるの？一人きり思わずつぶやいた。その時、私はこの女性がモデルの香織だと気づいた。以前、雑誌で見た顔だ。そして香織は健太の会社の広告モデルだった。彼女は現在26歳で、私よりも11歳も若い。まさか夫がこんな女性と浮気をしていたなんて。さっさと離婚してね、おばさん。健太さんはもう私のもの。次期社長夫人は私よ。健太さんもそう言ってる。この体からは離れられないって。香織からのメッセージが追い打ちをかけるように届いた。はあ？どういうこと？憤りと絶望が襲ってきた。絶対に許せない。夫が不倫していたなんて信じがたい。だが、最近の彼の行動を振り返れば、納得がいく部分もあった。怒りと動揺を抱えながら、リビングで健太が帰るのを待った。ついに、彼がドアを開けて家に入ってきた。お帰り、健太。ただいま。今日は本当に疲れたよ。健太はいつも通りの笑顔で答えた。そうね、香織さんと忙しかったんだろうね。あのさ、何か隠していることある？疑念を振り払いつつ尋ねると、健太は何事もないかのように肩をすくめた。隠してること？何のことだよ。隠し事なんてないさ。ただ疲れてるんだ。おかしな疑いはやめてくれよ。健太は明らかにモデルの香織と不倫関係にある。彼がまだバレていないと思っている間に、香織からこっそり動画が送られてきたことを知った。これを機に、私は復讐の計画を立て始めた。まずは彼と香織の不適切な関係の証拠を確実に集めるため、施設探偵を雇い、二人の行動や健太の会社での怪しい動きを調査してもらった。数週間後、探偵からの報告が届く。報告書には、二人の密会の写真や、不正な取引の詳細が記載されていた。これらの証拠を手に、次の行動を検討した。決行日は、夫が働く会社の役員会が開催される日に設定した。その日、私は事前に準備を整え、会社の会議室に直行。会議が進行中、私は突然会議室のドアを開けた。部屋にいた役員たちは私を一斉に見上げた。あれ、あなた、〇〇会社のユキさんじゃないですか。何かご用ですか？一人の役員が驚きを隠せずに尋ねた。彼らは私を知っている。私が彼らの会社と取引する際の担当者であり、何度もビジネスで顔を合わせていたからだ。
しかし、この場はただの会議ではなく、重要な役員会だった。ケンタも次期社長候補として出席しており、重大な意思決定の場にいた。それが、私がこのタイミングを選んだ理由だ。失礼しますが、皆さんにぜひ見ていただきたいものがあります。静かにそう告げると、持参した USB をプロジェクターに接続した。おい、一体何をするつもりだ？今は大事な会議だぞ、邪魔をするな。ケンタは明らかに動揺し、立ち上がろうとしたが、私は冷静に彼を制止する視線を送った。すぐにわかるわ。そう冷静に返答し、私はプロジェクターで不倫の動画を流し始めた。動画が公開されると、役員たちの表情は驚愕に変わり、映像にはケンタと若い女性がベッドで親しげに過ごす様子が映し出されていた。私が事実を冷静に伝えると、役員たちはその映像に驚愕し、ざわめき始めた。待てよ、これって香りじゃないのか。ええ、香りだよ。我々の会社のイメージモデルだろう。他の役員もうなずいた。これが私の夫と香りの裏切りの証拠です。その言葉に会議室はさらに騒然となった。香織は健太の会社で広告キャンペーンの顔を務めていたモデルだ。役員たちがその事実を理解すると問題の重大さがより明らかになった。健太の顔色は蒼白になり、目を大きく見開いた。どうしてこんな映像がここにあるんだ？彼は震える声でつぶやき、動揺を隠せずに立ち上がった。間違いだ、誤解だ。ちょっと待って、ケンタ。ケンタは焦ってリモコンを探し始めたが、私は彼を遮るように前へ進み出た。やめて、ケンタ。もうあなたは逃げられないわ。これが公になれば、俺の、いや、会社の。ケンタは完全に取り乱し、声が上ずっていた。彼の額には汗がにじみ、顔は青ざめていた。公表されたら私たちの会社の評判が大きくダメージを受ける。ある役員が慌てた様子でつぶやいた。ただの不倫じゃない。これがメディアに取り上げられたら大騒動になるだろう。別の役員が不安そうに加えた。ケンタは追い詰められたような表情で目を泳がせていた。なぜ、こんなことに。彼は明らかにパニック状態だった。冷や汗をかきながら事態の収束を試みたが、時すでに遅し。この事実を隠してくれ、頼むから、会社のために、私のために。彼は震える声で懇願したが、私は彼をじっと見つめ返した。無理よ、ケンタ。役員たちは困惑し、頭を抱えつつも現実を受け入れ始めていた。今後の対策を練る必要があるな。一人の役員が深刻な声で言った。まずは健太さんの対応をどうするか決めなければ。別の役員が続けた。健太は自分の置かれた状況を悟り、力なく床に崩れ落ちた。彼の目には恐怖と絶望が満ちていた。全部誤解なんだ。しかし彼の言葉は誰にも届かなかった。彼が次期社長候補としてふさわしいか再考する必要があるな。ケンタは顔を青ざめさせ、目は泳ぎ、額には汗がにじんでいた。彼が立ち尽くし、言葉を失っていたその姿は、彼がこれまで築いてきたものがこの瞬間に崩壊し始めていることを物語っていた。会社の将来に暗雲が垂れ込めてきた。私はその状況を静かに見守りながら、内心では完全な勝利を確信していた。彼のキャリアはこの瞬間に崩壊し、次期社長としての信用も完全に失われた。会議が終わると、会社内での健太の評判は急激に悪化し、不倫の動画が公開されたことで彼の信頼は急速に失墜し、噂は一気に広がった。ケンタさん、これは一体どういうことですか？取引先からの問い合わせが絶えません。
部下が状況を報告しに来た。そんなこと私に聞かないでくれ。ケンタは不安を隠せずに声を荒げた。動画が公開された次の日、私はさらなる計画を進行させることにした。ケンタが会社で行っている可能性のある不正行為を暴くため、私は再び探偵を雇い、彼の過去から現在に至る行動を徹底的に調査させたのだ。探偵はケンタが会社で隠蔽工作をしていた証拠や不正に利益を得ていた情報をまとめた報告書を私に渡した。やっぱり彼は裏でこんなことをしていたんだ。私は報告書を見つめ、冷ややかな怒りが湧き上がるのを感じた。この証拠があれば、彼を完全に追い詰めることができますよ。探偵が静かに付け加えた。私はこの証拠を持って会社の役員たちに提出する決意を固めた。これで健太の不正行為を明らかにし、彼にさらなる圧力を加えることができるだろう。その日の午後、私は再び会社へと足を運んだ。今回は健太の過去の不正行為に関する証拠を役員会に提出する目的だった。私は落ち着いて資料を整理し、証拠を握りしめながら会議室へと進んだ。ユキさん、また何かご用ですか？一人の役員が私に声をかけたが、私は動じることなく答えた。今日はさらに重要な情報をお持ちしました。静かにそう答え、私は手持ちの資料を渡した。再度集まった役員たちは私が提出した資料に目を通し始め、不正取引の詳細や隠されていた事実が次々と明らかになるにつれ、役員たちの表情は徐々に厳しくなった。これが健太さんの行いだったとは。一人の役員が厳しい声で言った。ここに全ての証拠があります。私は冷静に言葉を続けた。彼がこれまで会社に与えてきた損害を考えれば、次期社長候補としての資格はもうないはずです。その場にいた健太は声もなく座り込んでいた。顔色は蒼白で、目は遠くをさまよっていた。彼自身も自らのキャリアが終わったことを理解し、反論する力さえ失っていた。いや、これは全て誤解だ。ケンタは震える声で弁解を試みたが、誰もが彼の言葉を信じようとはしなかった。その後、探偵からさらに衝撃的な報告が届いた。香織が妊娠しているとのことだったが、本当にその子がケンタのものか疑問があった。彼女が他の男性とも関係を持っていれば、その証拠を探してほしいと思った。探偵からの報告により、香織は健太以外にも複数の男性と関係を持っていたという事実が明らかになった。そして、妊娠の可能性があった時期に他の男性とも接触していた証拠が揃っていた。案の定だね。私はその証拠を持って香織と対峙することを決めた。香織は私が持っている証拠の存在を知らず、いつも通り自信に満ちた態度で私との会合に挑んだ。彼女は、ケンタを射止めたことを得意げに笑っていた。ユキさん、もう引き下がってくれる？香織は、リラックスした声で言った。ケンタさんはすでに私のもの。私が次期社長夫人なの。私は動じることなく、平静を保ちながら資料を取り出し、香織に手渡した。これをご覧なさい。香織は手渡された資料を開いて、その内容を確認するとすぐに顔色が変わった。資料には彼女が他の男性とも関係を持っていたことの証拠が詳細に記載されていた。え？これは何？香織は声を震わせながら驚きを隠せなかった。これは嘘に違いない。嘘だと思うなら、ここにある証拠を否定してみてください。私は冷静に言い放った。あなたが健太以外の男性と関係を持っていた事実はすでに明らかです。香織は何も言えず、震える手で資料を強く握りしめた。
でもこれは、この子が本当に健太の子かどうかあなたにもわかるはずがないでしょ。私はさらに厳しい口調で彼女に迫った。香織は顔を真っ赤にして涙を浮かべながら何か言い返そうとしたが声が出なかった。彼女のかつての自信はもろくも崩れ去り、自らの立場のもろさも認識した。どれだけ隠そうとしても真実は隠せません。私は香織を冷たく見つめ言葉を続けた。この証拠を公にすることも考慮していますから、これ以上私を軽視することはお勧めしません。香織は力なく崩れ、泣き崩れて懇願した。どうかそれだけはしないでください。私は香織の悲痛な姿を静かに観察し、彼女に対する復讐が着実に進んでいることを内心で確認した。もう一つ付け加えたいことがあります。私は振り返って彼女に落ち着いた声で告げた。あの不倫の映像、先日の役員会で公開したから。香織は衝撃を受けた表情で震える声を出した。え、役員会でその映像を流したの？ええ、その映像が流れた途端会社中が動揺していましたよ。香織という名前がすぐに役員たちの間で話題になったし、あなたの存在が会社にどれだけの問題をもたらしているかがはっきりしたわ。香織は信じられないと言わんばかりに首を振った。どうしてこんなことに。あなたが健太と関わっていた事実、それが会社のイメージモデルとして公になるとどんな影響があるか考えてみなよ。その上でスキャンダルの中心にいるのが次期社長候補の健太だということもね。香織は目を大きく見開き言葉を失っていた。この一件であなたは後悔することになるでしょうね。ああ、でもあなたの言う通り、健太はもうあなたのものです。しかし、その代償は想像を超えて大きいでしょうね。香織は何も言えずに呆然と立ち尽くしていた。健太の未来はすでに暗雲が覆い、香織もその運命を共有することになる。それでは、さようなら。私はそう宣言して部屋を出た。香織の崩れた姿を背にしながら、私は心の中で勝利を確信していた。数日後、香織のスキャンダルをメディアが大々的に取り上げた。朝のニュースから夕方のワイドショーに至るまで、どの番組もこの話題で持ちきりだった。香織の名前は一気に世間に広まった。この一連のスキャンダルが露見した背景には、私の計画的な行動があったのだ。香織の不倫映像や過去の関係を示す証拠を芸能スキャンダルを得意とする著名な週刊誌に匿名で提供していた。彼らがこの情報を受け取れば、間違いなく社会に衝撃を与える記事を作成するだろうと確信していた。メールには簡潔なメッセージを添えていた。これはジャーナリストが取り扱うべき真実です。香織の隠された一面を暴露してください。その後、静かに結果を待ち、数日でその影響が現れたのだった。今日、人気モデルの香織が、大手企業の次期社長候補との不倫関係があったことが暴露されました。その男性は、彼女がイメージキャラクターを務める企業の役員とのことで。タレントが情報番組でニュースを伝えていた。画面には香織と健太が密かに逢瀬を重ねる映像が映し出され、その上でナレーションが続いていた。加えて香織さんが妊娠中であることを伝えられていますが、子供の父親が誰なのかは明かされていません。この一件が表面化したことで、彼女が長年にわたり築いてきたポジティブなイメージがたちまち崩れ去ってしまいましたね。報道はあっという間に拡散し、ソーシャルメディア上でも激しい議論が巻き起こった。ユーザーたちは香織の行動を激しく批判し、彼女への非難の声が溢れ返った。香織はもう終わりだろうな。こんなスキャンダルがあったら、どのスポンサーも支持しないだろう。彼女のキャリアはこれで終わりだ。香織の不倫問題をメディアが取り上げると、彼女に対する世論の冷たさは一気に高まった。
影響はすぐに香りのスポンサーたちにも及び、まずは彼女が広告顔としていた主要化粧品ブランドから反応があった。そしてその日の朝、香りのマネージャーからの電話が彼女に届いた。最近の騒動で当社のブランドイメージが大きく損なわれました。苦情が寄せられています。どういうことですか？香りは不安感を隠せずに問い返す。スキャンダルが広がった影響で緊急で対応を協議した結果、香織さんとの契約を続けるリスクがあまりにも高いと判断されました。マネージャーは静かに事実を伝えた。その結果、契約解除が決定されました。さらにもう一つ大事なお知らせがあります。何か重要なことが？香織はさらに動揺を深めた。契約条件には、もし香織さんの行動がブランドの評判を著しく害する場合、違約金が発生する条項が含まれているんです。マネージャーの声には重みがあった。違約金が発生するって本当ですか？はい、この件で当社はすでに多くのクレームを受けており、売上にも影響が出ています。そのため違約金の支払いは避けられない状況です。香織はショックで言葉を失う。これまで築いてきたキャリアが瓦解し、さらに重い金銭的負担を背負う羽目になるとは想像だにしていなかったようだ。なぜこんなことに。彼女は震え声でつぶやいた。しかしこの問題はまだ終わっていなかった。一つまた一つと他のスポンサーからも連絡が来て、それぞれが契約解除と違約金の請求を通知してきた。香織は恐怖と焦りに襲われつつ、押し寄せる災難を受け入れるしかなかった。香織は電話を切った後、力なく床に崩れ落ちた。彼女の築いてきたキャリアは瞬時に崩壊し、巨額の違約金が彼女に押しかかる。加えてモデルとしての評判も急速に落ち込み、業界内で彼女の名前は避けられるようになり、新しい仕事の依頼は完全に途絶えた。かつての友人たちも彼女から距離を置き、誰も助け手を差し伸べなかった。香織はスポンサーからの連続する契約解除と違約金請求に打ちのめされつつ、健太への信頼を最後の砦としていた。彼が次期社長に昇格すれば、この危機もなんとかなるだろうと信じて疑わなかった。彼が社長になれば、こんなこと問題にならないはずよ。香織は自分自身を落ち着かせようと自分に言い聞かせた。違約金も彼が支払ってくれる。私が彼の妻になるんだから、すべてうまくいくはず。しかし、彼女のその希望はすぐに砕かれることになる。その時、健太は会社の役員室で重たい空気の中、役員たちと対峙していた。会議室は深刻な沈黙に包まれており、健太は椅子に深く座り、焦りながら何か弁解しようとしていたが、言葉がうまく出てこなかった。健太さん、一人の役員が静かに話し始めた。非常に残念ながら、このスキャンダルにより、あなたを次期社長候補として支持することはできません。そんな。健太は信じられないというように声を上げた。これは誤解だ。私は。その言い訳はもう飽きた。別の役員が冷たく言い放った。メディアに漏れた情報は取り消せない。また、あなたが会社に与えた影響の大きさは計り知れない。これからは会社の名誉を守るために厳しい処置を取るしかないのです。他の役員が話を続けた。そのため、直ちに退職をお願いします。さらに、あなたに対しては損害賠償の請求も行います。退職？損害賠償？健太は顔を蒼白にして立ち上がろうとしたが、足が震えてほとんど動けなかった。どうしてこんなことに。すべてはあなた自身の行いが招いた結果です。役員たちは無表情で彼を見据えていた。これ以上あなたを会社に留めておくわけにはいきません。健太はその場に力なく崩れ落ちた。頭の中はこれからの生活への不安でいっぱいだった。数日後、電話の向こうからは香織のマネージャーが冷静に話を始めた。
スキャンダルのせいで彼が長年サポートしてきた香織の状況は根底から変わってしまった。香織さん、ちょっとお時間いただけますか？マネージャーの声には緊張が感じられた。何？またスポンサーから？香織はまだどこかで事態が好転することを期待していたようだった。いえ、この度の問題でさらに重要な情報があります。マネージャーは一瞬ためらいながらも話を続けた。ケンタさんの会社に関する件です。会社がどうしたの？香織は明らかに動揺していた。ケンタさんが会社から解雇されることになりました。スキャンダルの影響で社長の座も完全に失われました。そしてさらに会社からは巨額の賠償金請求が決定されました。なんてこと。香織は瞬間的に声を失った。彼が次期社長になることを前提にあなたがこれまで行動してきたでしょうが、その道はもはや閉ざされました。マネージャーは淡々と事実を伝えた。でも、ケンタがいれば、なんとかなるはず。香織は震える声で反論したが、マネージャーはさらに厳しい現実を突きつけた。申し訳ありませんが、それはもう不可能です。ケンタさんはもう何も支えることができないだけでなく、自己の立場さえも守れない状況にあります。これからの生活を真剣に考える必要があります。電話の向こうから届くマネージャーの声は、香織に重苦しい現実を突きつけた。彼女は手に持った電話機を強く握りながら力なく座り込んだ。ケンタと香織はまるで底なしの淵に突き落とされたかのように途方に暮れていた。二人は自らの行いが招いた運命を変えることができず、過ちの代償を深く味わうことになったというわけだ。ケンタは会社を追われ、さらには莫大な損害賠償金を負担することになった。その賠償金は彼の不正と不倫の対価として会社から請求された。支払い能力をはるかに超える額で、全財産を投じても足りなかった。どうしてこんなことになったのか。金銭的な余裕はすでに底をつき、やがて家も手放さざるを得なくなる。その金額でさえ損害賠償金の一部に過ぎず、借金は増える一方だった。当然ながら、私との離婚も避けられなかった。私は彼の裏切りと不正を徹底的に追及し、離婚時には慰謝料の支払いを求めた。法廷で彼と直面した際、私の冷たい視線に彼は完全に屈し、打ちひしがれた。すべてあなたが壊したんだから、自業自得でしょ。私の言葉が彼の心に重く響き、自己嫌悪に陥ったケンタは、私に支払うべき慰謝料がすでに積み上がった借金をさらに重くした。彼の生活は完全に借金地獄に沈んだ。香織も借金で苦しみ、連続するスポンサーからの契約解除通知と違約金の請求で財政的に追い詰められた。かつての華やかな日々は過去のものとなり、生活費さえままならない状態になった。狭く老朽化したアパートの一室で取り立ての電話に怯える毎日を送る香織。かつて誇っていた華やかなマンションを失い、今や質素な生活を余儀なくされ、かつての美貌も影を潜めていた。私はただ幸せになりたかっただけなのに。香織は激しく泣き崩れたが、その涙を拭いてくれる人はどこにもいなかった。他人の不幸を踏み台にして自分だけを幸せにしようとした末、彼女が得たのは他人の痛みに基づく一時的な満足感だった。最終的に自ら蒔いた種が彼女自身を苦しめ、現在もその重圧が彼女を押しつぶしているのだ。彼らがどうなろうと私にはもう関係のない話だ。ケンタも香織も自ら招いた結果に苦しんでいるのだから同情する余地などない。彼らが失ったものは大きいが、私が受けた傷もまた深かった。だが私は彼らのように過去に縛られることはしない。むしろ彼らが崩れ去る一方で、私は自分の人生を新たに築き上げている。
仕事に打ち込むことで得た成果は私の自信をさらに強固なものにした。部長としてのポジションに加え、私の評価は上がり続け、新たなプロジェクトに挑戦する機会もどんどん増えている。クライアントたちの信頼関係も私のキャリアにとって大きな支えだ。私はただ働くだけでなく、自分の生活も大切にするようになった。趣味や友人との時間を楽しむことで心のバランスを保ちながら人生を満喫している。私はこれからも今を大切に生き続けるつもりだ。過去にこだわらず前を向いて歩み続ければ、私の望む未来はきっと見えてくるだろう。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。血縁関係がない他人は実家から出て行ってくれます?俺も姉さんみたいなやつと身内とか恥ずかしいんだよな。そろそろ縁を切らせてもらうわ。弟夫婦はそう言って高笑いをした。そう、他人ってことね。分かったわ。私も弟夫婦を永久に他人扱いすることにした。その後彼らは地獄を見ることになるのだった。私の名前はナナミ、36歳の会社員だ。大学を卒業して就職した会社で働いてもうすぐ14年。がむしゃらに働き続けてきた結果、部長というポジションに立っているが、プライベートの方は悲惨な状態だった。周りはどんどん結婚やら出産やらで主婦や母親になっていっているのに、私はずっと独身のままだ。まあ今の時代晩婚も珍しくないが、私に関して言えばそもそも恋愛すら全然していない。最後に彼氏ができたのも多分20歳とかだと思う。男性とのデートどころか2人で食事をしたのももう思い出せないレベルだ。ナナミにもいい人が見つかれば安心できるんだけどね。そう言って母はため息をつく。そんなこと言われてもこんな売れ残りをもらう人なんていないよ。こらこら、自分をそんな卑下するのはやめなさい。どんどん結婚から遠ざかっちゃうわよ。だって私恋愛向いてないと思うし。あんたは夢中になるとずっと一つのことばかりやっちゃうものね。他のことに時間や労力を避けられなくなるんだもの。はい、出来上がったわよ。ああ、ありがとう母さん。母親が美容師だと散髪代が浮いていいね。人を1000円カットみたいな扱いしないでくれる?あなたはもう少しおしゃれとかにも興味を持った方がいいわよ。仕事しかしてないんだから服を買ったってもったいないじゃない。まったく、そういうところから変えていかないといけないかしらね。母はそうやって小言をたくさん言う。まあ私のことが心配で仕方ないのだろう。だが親子の仲が悪いわけではない。むしろ何でも本音で話し合えるいい仲だと思う。私は大学を卒業後に就職してから一人暮らしをしていたのだが、5年ほど前に父が病気で亡くなってしまったことをきっかけに実家に戻って母と2人で暮らしている。母は現在67歳で、最近は足腰が痛くなりやすくなっているのでちょっと心配だ。何かあったらいけないと思い、私は仕事後はすぐに帰ってきている。もともとインドアなこともあるが、寄り道もしないし、休日に出かけることもせずに家にいるためお金はどんどん溜まっていっている。これなら母に何が起きても病院代は全然支払えるだろう。とはいえ母は基本的に元気ではあるので、私の代わりに家事をやってくれる。毎日料理を作ってくれるのは本当にありがたい。私は一人暮らしの頃はよく半額になったお惣菜を買って済ませていたから、栄養が足りなくて肌荒れとかもひどかった。今私が3食しっかりと食べられていて健康でいられているのは母のおかげだ。まあ母が言うように結婚とかするなら私もちゃんと料理をしなければいけないのだが、やはり仕事を優先させてしまってそこまで手が回らない。いつかは母の得意料理のレシピを聞いて作れるようにしたいなとは思う。そういう気持ちで過ごしていたので、つい最近に私は母にロールキャベツの作り方を教えてもらった。休みの日に2人で一緒に料理をするのは楽しかった。母の手際の良さを間近で見ているだけですごく参考にもなったし、なんだか私も自炊をしたい欲が出てくる。それからというもの、私は休みの日に母に料理を教わるようになった。
和食だったり中華だったり、母は本当に料理が得意なので、こんな作り方をしていたのかと教わっててびっくりする。人間みんな継続すればちゃんと学んでいくようで、気がつけば私はかなり料理のレパートリーが増えていた。もともと面倒くさくてやりたくなかったのに、最近では趣味の一つになり、ちょうどいいストレス解消法になっているほどだ。それから少し経った頃、母はかなり足腰が悪くなり、介護が必要な状態になった。日中はヘルパーさんに頼み、夜と土日は私が介護をすることになった。料理を母から教わっていて、本当に良かったと思う。おかげで私が家事をしながら介護をすることができている。ナナミ、ごめんね。本当なら私が家事をしてあなたを支えるべきなのに。何言ってるのよ、お母さん。私はこれでもかっていうほど支えてもらったよ。これからどんどん恩返ししていくから。安心してね。ありがとう、ナナミ。母は私にとても感謝をしてくれた。私が作る料理をとても美味しいと言ってくれるのはすごく嬉しかった。料理上手な母に褒めてもらえるだけでものすごい自信がつく。そうやって忙しくありながらも、私は気持ち的に穏やかな状態で日々を過ごしていた。気がつけば3年ほどが経っていて、私ももう39歳だ。母はさすがに私に結婚がどうとかは言わなくなっていた。介護をして家事をしてくれることがとてもありがたいようで、いつも感謝の気持ちを伝えてくれていた。だが、母はさらに調子が悪くなり、入院することになった。ちょうど家をリフォームして、母でも生活がしやすいようにいろいろと変えたところだったから残念だ。しかし、私も日中は仕事をしているので、入院をして看護師や医師の方の目の届くところにいる方が安心できる。それから私は仕事後に母の見舞いに行くようになった。お母さん、調子はどう？ああ、大丈夫だよ。本当にいつも来てもらって悪いね。そんなこと気にしなくていいの。私が来たくて来てるんだから。ありがとう、ナナミ。母は気丈に振る舞ってはいたが、かなり心細かったのだろう。私が見舞いに行くと、とても嬉しそうな、ほっとしたような顔をしていた。それから数ヶ月後、母は容態が悪化して息を引き取った。日に日に弱っていっていたので覚悟はしていたが、いざ亡くなるとどうしようもないくらい悲しかった。だがそれでも葬儀はしっかりと行わなければならない。私はすぐに葬儀屋に連絡をして葬儀の手配と準備をした。そして葬儀は無事に終わり、母をしっかりと見送ることができた。それから私は実家で一人で暮らし始めた。だが、母の葬儀を終えて数ヶ月が経った頃、いきなり弟夫婦がやってきた。姉さん、久しぶり。たかしじゃないのよ。どうしたの急に。それに、かなさんまで。お姉さん、ご無沙汰してます。弟のたかしは私の4歳下で、かなさんとは結婚して2年が経つ。弟は高校を卒業後に就職をしてから、それからずっと一人暮らしをしていた。実家には正月くらいにしか帰ってこず、父が亡くなった時も私と母にすべて丸投げしていた。母が足腰が悪くなっているからたまに顔を見せに来てほしいと連絡をしても生返事で結局帰ってこないし、母が入院してからも1回くらいしか来ていない。葬儀の手配や準備も父の時と同様に私に丸投げをしていたし、昔から自分勝手に生きてきたタイプだった。そのためこうやっていきなり来たのにも何かしら面倒な理由がありそうだ。そして私の不安は的中していた。今日から俺たちここに住むことにしたから。はあ？何言ってるの？だって母さんいなくなったんだから、この部屋もかなり広くなっただろ。家賃を節約したいんだよ。頼むよ。いやいや、いきなりそんなこと言われても困るわよ。ここは俺にとっても実家なんだから。こんな綺麗な状態の家に一人で住むなんてずるいぞ。ずるいって言われても。頼むよ姉さん。俺たちもう部屋を解約しちゃったんだよ。適当なタイミングで出ていくからさ。一時的でいいからここにいさせて。私はため息をつくしかなかった。弟の諦めの悪さは天下一品だ。だから私が同居を認めるまで帰ろうともしないだろう。わかった。でもできる限り早く出て行ってね。やった、ありがとう姉さん。やっぱり姉さんは話のわかる人だよ。また適当な褒め方をして。弟夫婦はすぐに荷物を持ってきて移り住んできた。
こうして私がそこまで納得していない同居生活が始まった。まあでも母がいなくなって寂しさを感じていたところではあったから、こうやって誰かが一緒に住んでくれているだけで幸せなのかも。私はそうやって前向きに捉えるようにした。だがそう思えたのは最初の方だけだった。ちょっとかなさん、お昼の洗い物そのままになってるじゃない。ああすいません、洗うのめんどくさくてそのままになってました。そのままになってましたって、それに服も脱ぎ散らかしてるし。もうお姉さんってなんか口うるさい小姑って感じですね。ちゃんと掃除しますからガミガミ言わないでくださいよ。別にガミガミは言ってないと思うんだけど。弟嫁は家事はあまりしない人で、そして部屋をすぐに汚してしまうタイプだった。そのためちょっとでも油断すると家の中はびっくりするほどお部屋になってしまう。私はそれが嫌なので、仕事後でも私が掃除をせざるを得ない。そして弟にそのことについて話すのだが、弟は弟嫁が部屋を汚していても気にならないそうなのだ。そのため私が口うるさく注意していることも理解できないそうで、のんきに嫁いびりはみっともないからやめなよだなんて言ってくるほどだ。そして弟嫁は働かずに家にずっといるくせに晩ご飯を準備しておいてくれない。だから弟夫婦が引っ越してきてから、私がずっと一人で用意をしている。弟夫婦は出してもらって当たり前といった感じで、私が作った晩ご飯を感謝もせずに食べている。寂しさが紛れるとは思ったが、ストレスは溜まっていく一方だった。しかも弟夫婦は一向に出ていく気配がない。ねえ、部屋探しはしているの？え？ちゃんと部屋を探して出ていくって言ってたじゃない。ああ、探してるよ。なかなかいい部屋が見つからなくてさ。だから待ってて。これは探しているふりをしているだけで全然探していないのだろう。弟夫婦が家に移り住んできてもう3ヶ月近く経つが、一向に出て行こうとしないし、本当に好き勝手に暮らしている。このままずっとこういう感じで暮らすのなら、出て行ってもらうことも視野に入れないとな。そう思っていた時、弟嫁が病気になっていることが発覚した。何でも手術をして入院もしなければいけないとのこと。あ、私死んじゃうのかな。どうしよう。落ち着けよ。ちゃんと手術をすれば治るって医者に言われただろ。でも手術に失敗したら。安心しろって、絶対に成功するって、俺がそばにいてやるから。たかし。弟嫁はものすごく不安そうにしていたが、弟がそうやって励まして不安を取り除いてあげていた。手術が必要になってしまったのは気の毒だと思う。弟嫁にはあまりいい印象はないが、それでも弟の大事な奥さんであり家族だから、早く元気になってほしいと思った。そんな中、弟嫁が入院した後に、弟は私にこんなお願いをしてきた。姉さん、手術代支払ってくんない？え、どういうこと？いや、俺の給料なんかじゃ支払うの厳しくてさ。だけど手術をしないと治らないんだから、やるしかないじゃん。あんだけカッコつけた手前、お金がないとか言えなくてさ、頼むよ、どうか俺を助けてくれ。私はため息をついた。お金がないならあんなにカッコつけなければいいのに。だが手術をしないと治らないのに、お金だけで諦めさせるのはなんだかかわいそうだ。わかったわ。私が手術代を工面するから、ちゃんと治してあげなさい。ありがとう姉さん。私は弟に言われた額を渡した。そして弟嫁は入院をして、数日後に手術が行われた。それからしばらくは経過観察のために入院することになった。弟嫁がいないだけで家の中はすごく綺麗だった。やはり彼女が日中ずっと家にいるから、かなり汚くなっていたのだろう。まあ今はそれは置いておいて、彼女の病気が治ればいいな。私は無事に手術が成功することを祈った。どうやら問題なく手術は成功したようで、その後も容態は安定しているらしい。そして1ヶ月後、弟嫁が家に戻ってきた。カナ、退院おめでとう。ありがとう。カナさん、はい、これ退院祝いの花。ありがとうございます。弟嫁はそれから自宅療養となり、通院しながら様子を見ていくことになったそうだ。私も何度か見舞いに行ったというのに、弟嫁は感謝もせず、退院してきても私には素っ気ない態度だった。
弟夫婦は退院祝いにお寿司を食べに行っていて、私は一緒に行かせてもらえなかった。そして翌日、弟夫婦はありえない発言をしだした。姉さん、カナのために引っ越してくれないか？え？何言ってんの？私が落ち着かないんですよ。病気って精神的なことが作用されていることが多くって、ストレスもあまり抱えない方がいいんですよ。私からしたら赤の他人のお姉さんが一緒に暮らしているのは嫌なんですよね。血縁関係がない他人は実家から出て行ってくれます？俺も姉さんみたいなやつと身内とか恥ずかしいんだよな。いい歳して独身だし、女捨てたような見た目になってるし、そろそろ縁を切らせてもらうわ。弟夫婦はそう言って高笑いをした。この時私の中で何かが切れたような気がした。そう、他人ってことね。分かったわ。そっちがその気ならそれでいい。私も弟夫婦を永久に他人扱いすることにした。私はすぐに荷物をまとめて出て行った。その後、彼らは地獄を見ることになるのだった。私はビジネスホテルで数日ほど暮らした後、一人暮らし用のマンションを借りて引っ越しを完了させた。家賃はちょっと高めだが、とても住みやすい部屋だったので、すごく快適に過ごすことができている。そんな中、弟夫婦から電話がかかってきた。おい、姉さん、どういうことだよ。なんだよ、リフォーム代のローンって。カナの病院代もあるのに、毎月15万も払えないよ。何言ってるのよ。あなたたちが私のことを追い出したんじゃないのよ。家を出ていくときにちゃんとローンの相続だってしたしね。あなたがちゃんと読まなかったのが悪いわ。お姉さん、それはあんまりじゃないんですか？たかしは私のために手術費を出してくれてお金がないんです。身内なら弟を助けることをしたらどうなんですか？はあ、もうこの際だから言うけど、あなたの手術費を出したのは私だからね。え？だいたいたかしの仕事で大金を支払うのは難しいわよ。相当貯金でもしていない限りね。だけど、たかしは散財するタイプだから貯金は全くないみたいよ。え？嘘。それじゃあ私たちはローンを支払いながら病院代も支払って生活費も捻出しないといけないの？そうなるわね。まあ頑張ってちょうだい。赤の他人の私が関わることじゃないからさ。お姉さんごめんなさい。私全然知らなくて。そう、別に知らなくても知っていても構わないわ。もう私はあなたたちと関わらないから。それじゃあね。私はそう言って電話を切った。そして着信拒否にした。その後、弟夫婦は家を売りに出したそうだが、正直言ってあまり立地は良くないし、リフォームしたとしてももともと家はかなり古かったから高値では売れなかったそうだ。そのため数百万ほどの借金を抱えることになったらしい。弟夫婦は結果的にボロアパートに暮らしながら、借金を返して病院代と生活費に苦しむ日々を過ごしているそうだ。全部自業自得だし、本当にいい気味だ。一方、私は一人で相変わらず快適に暮らしながら仕事も頑張っている。貯金もかなり溜まっているので、老後の心配もない。これからは新しい趣味とかも探して充実した日々を過ごしていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。